はいどうも、シューティーブでーす。どうも、ショイチロです。お願いします。はい、というわけで、引き続き、ショイチロ君にね、キャッチャーに関しての知識を教えていただきたいと思いまして、はい、今回ね、ブロッキング教えてほしいんですよ。はい、ショイチロといえばもうブロッキングでしょっていうさっきは語ったけどさっきは動画によって変わるね。はい、いや、ブロッキングめちゃめちゃいいし、バッテリー組んだことあるっけ？ある感動がですね、なんかすごいこう、まあ俺が勝負を投げたかどうかは覚えてないけど、あんま投げないです。あんま投げない人なんでとにかくね、あのね、勝負のこの抑え方っていうのがすごくなんかいい印象が俺あるんですよ。そう、教えてもらいたいなと思って、あの良平さんが昔出してたブロッキング動画があるわけね、はい、それをこう最近なんかコメントちょろちょろ来るんだけど、意見がいや違うでしょみたいな意見がすごい多くて、ちょっとそれをまあ見ればわかるんだけど、はいはい、あって本家をちょっと、本家っていうか本当のブロッキングを教えてほしいなってところで、はい、あの今回ちょっと来てもらいましたんで、はい、はい、ぜひともお願いします。はい、わかりました。で、勝負に投げられた時の、なんだろう、この対処法っていうの、どういうふうにこう膝をついてブロッキングするかとか、どのようにこう肩入れるとかあるじゃん。ヒロトは肩こうやって入れるの、こうやってこうやって、あこうやって本当今度こうやってんだよね。マジでこう、マジでこうやってこうやってやんの。コードじゃなくてこうやってやんの、こうやってこうやって。だからまあいろんな込め方ってあるけど、翔一郎くんがやってることをちょっと教えてもらいたいと思いますので。わかりました。はい、お願いします。それでは行きましょう。ゴー。はさあやってもらいましょう。はい、ちょっと間近で見させて、間近で。はい、どこだった？今すげえ落として今今すげえ落としてやるな。どこ今？今ここよ。ここマジか。僕のまあ論なんですけど、キャッチャー、まあこのベースより、まあ、この上線引いて、うん、これより後ろって誰でも止められるんですよ、キャッチャー。あー、それ素人でも止められるんですよ、うん、足つけばいいんだけど、これより前だと、うん、正直これピッチャーのボードってボードなんですよ。そうだよな。これを止められてキャッチャー。マジで？はい、だから僕が今一番さっき意識してるのが、ボールに対して、まあ取れるとこ取っちゃうんですけど、うん、前の球はスライドしていくんです。前にスライド。はい、そう、距離を縮めないとバンドあそこだったら上に抜けてっちゃうんで、このまま足ここだと、うん、なので前に来たら前に、なるほど、前に出ていく。こっちの球もそうで、こうやって今ちょっと浮いちゃったけど、うん、なるべく浮かないんです。そうです、スライド、スライドね。そうです。確か両辺浮いてた気がする。そうです。これ下でもこっちもスライド。なるほどなるほど。で、肩入れる感じ。肩はまあ両サイドとどっちでも大丈夫です。そこは止められればボールに対して近いんだったら肩入れていいし、遠いんだったら広く見せて落とす。で、欲を言えばこの当たった時にボールを抱える。うん、そうするとランナー走られないんで、基本的にブロッキングする時ってもランナーいるか、そう追い込んだ時にしっかりブロッキングしに行くんで、まあ、ランナーいる想定なんで取る。で、止められないとこはなるべく前に。うんうん、まあなんかバックスピンかけるって人もいるんですけど、これけどそれはまあ難しいんで、うん、なるべく止めに行く、取る。だから結構取りに行く方が多いかもしれない。なるほどね。勝負って言っても当てるだけじゃない、走られちゃう、取りに行く。はい、幼稚な質問し、はい、怖くないの？ああ怖くはないですね。マジか。ここまでやってると怖い人は、怖いっていう、まあ連続ピッチャーとか怖くない？なんか、ああ横にそれる人ですか。そう、正直、いやもうこれほとあれなんですけど、軟式ボールだから痛くないし、公式でも痛くない、防具してるし、ここに当たっても、まあ、だからキャッチャー嫌われるポジションなんですけど、うん、
ここ当たっても別にそんな、まあそんなもんでしょうね。結構まあ根性乗り込んでいくね。すごいな、根性、根性して根性、そこですよ。後ろに逃した方が罪。確かにね、確かにね。この1回の痛みよりもランナー行かれる方が野球としては痛い。痛い、確かに。そこを守るのがキャッチャーか。すごいよ、もう抑え行くときはさ、顎とか上げちゃう。顎は上げない方がいいんですけど、これ難しくてランナーいると閉じちゃうと見えない。うん、僕は跳ねる瞬間まではなるべく閉じようかな。最初見といて閉じてあげる。なるほどなるほど。けどそれがまあうまくいったときは見すぎたり顎上がっちゃってたり、うん、痛くないようにしたいんだったらこっちですね。けどランナーを阻止したいんだったらなるべくちょっとでも上げといた方がいい。だからこの一瞬です。この一瞬旬だよ、ヒロト見てっかお前。でも体に当てたら、うん、顎上げてるかもしれない。そうなの。今のはいいですね、うん、前出ながら、ね、取りながら。ボケ強っやっていい、俺逆にやっていい、やってみていい。いや、言っとくけど俺人生初守備位置キャッチャーだ。あっちは俺キャッチャーなんだよ。最初はキャッチャーだ。そう、キャッチャー。お前はずっと防具つけてるわけで小1、小2つけて人生に。そう、しかもあのリトルリーグ大島が初めて始めた時に一番痛い。そう、すごい嫌だった痛いし。いいよ、いいよ。どうだった？じゃあ普通に、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 まあ、いいキャッチャーの雰囲気。ただね、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 体大きいから投げやすいんじゃない。見栄え完璧。どうすか、ランナーいるんだったら確かに足上げたいっす。でもやっぱピンキーランナーいたら上げる。ランナーいたら上げる。めちゃくちゃピンキーある。もちろん。もうピッチャーも気持ち上がってきた。確かに確かに確かに。はい。いい。ありがとうございました。いや、やっぱボディーがある。でも今の良かったっす。この前の球をちゃんと止めたっていう。正直言っていい？動こうとしたらもうボール来た。確かにちょっとこうなってた、うん、確かにちょっと浮いてました。そう、さあこれからちょっとボディする準備始めようかと思ったらもう来てた。うん、これは勝負だな。あー、オッケーオッケー、うまい。あーやマジか。いやむずいなこれ。ここっすね。これあれだよ、スライドができない。スライドが、あーそうっす。あのキャッチャースライドめっちゃ大事。スライドする前にもう下つけたらいいね。じゃあ初めてやった子は膝つくだけでいいんですけど、もう慣れてきたらスライドさせた。わかりました。はい。おう今のも若干やっぱ最初初動が浮いちゃってる。浮いてる、やっぱり膝がこう浮いちゃってるの。怖いよ、そうしたらね、いいと思う、いいと思う。おっ今のも翔平、ね、さんの体だから止められたと思う。ちょっと浮いてる。浮いてる浮いてる。エアボディ。エアボディ。マジ大事です。そう。あ、そうっす。そのまず第一段階は膝だけ落とす。膝だけ落とす。初めてやった子はそれだけです。こう。第一段階。また下を。また下。抜けちゃうんで。こうだと隙間できちゃうんで。なるほど。また下で。まず第一です。はい。怖い、これ前はピッチャーのせい。すげえ手前は怖いな。あ、あー、オッケー。今のいい、今のオッケーです。今のやってたかんな。やっぱり。あ、オッケー、ナイスキャッチャー。あ、オッケー、あ、オッケー。ありゃ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 、エンターテイナーだから。
さすが1コロビしないとそこまでカメラ終わらないわ1キャッチ1コロビだからカメラ落ちたしっかりもうこうだったから見えないふざけんなよ体持ってきてるんだよえ体持ってきてるのかそれこれちゃんとでしょボールに対してやっぱやってるからやってるからねいやー疲れましたね、はい、お疲れ様でしたありがとうございましたいやすごい勉強になったこの止めに行く時のこのワン浮きがない方がいいんだねやっぱねそうですねあれでもこのまましゃがむんだった通過しちゃうんでいやむずいわ普通の人にはちょっと到底無理だわこれでもねピッチャーはさやっぱピッチャー目線であるけどもピッチャー目線で言ったらまあなんか止めてもらうのがやっぱ当然っていうふうにはやっぱ思ってたので、うん、そこでさこの実際にキャッチャー目線でちょっと体験してみて大変さがマジで分かったでもね俺ね試合であんま投げないの昇板ってうんあんま投げないあの何スライダーでこう曲がりすぎて横には行っちゃうけど昇板はあんまなくて、ね、高みもないよねあんまねなのでまあ比較的キャッチャーに優しいんじゃないかなっていうところはまあありましてはい素晴らしいでもやっぱ石川君もなんかねキャッチャーに対してさすごいこう情熱持ってやってますし、はい、あの日本代表の方でもさ A チームでやってるしさ、はい、今後ともね期待したいと思います頑張ります今日はありがとうございましたありがとうございましたはい石川君の Twitter とインスタの、リンクは動画概要欄貼ってきますのでチェックよろしくお願いしますお願いしますチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いしますそれでは、ありがとうございましたいや、すごいわあれすごいわあれ奥深いそうっすねまあ、ライアンもそうだと思うんですけどあれでやっぱ、本当にキャッチャーで学んだわ、すごいそうなんですよ、だから段階を踏んでみんなこうなっていくっていうそうっすね本日の動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いしますそれではあいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売購入リンクは動画概要欄にありますチェックよろしくチャンネル登録1万人突破皆さん本当にありがとうございます2万人、3万人、4万人と頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いしますチャンネル登録は必須でお願いします